を丸パクリし、年間160万人もの客を集めた関西の遊園地が辿った末路。まずこの遊園地は奈良県に存在し、開業した1961年から観光客呼び寄せまくってたんですけど、なんとウォルト・ディズニー本人に大激怒された前代未聞の遊園地になったんですよ。じゃあその遊園地はどこかっていうと、奈良市にあった奈良ドリームランドでして、なんと創業者が見誤った2つの欠点が露呈して今は閉業しちゃってるんですけど、まず1つ目がウォルト・ディズニー本人との打ち合わせで、あのね、創業者の松尾さんはアメリカのアナハイムにある開業4年目のディズニーランドに訪問した結果、これはすごすぎるからぜひともウォルト・ディズニー本人に直談判して日本にも作ってもらえるようにしようとアポも取らずにウォルトに会いに行ったんですよ。そしたら奇跡的に話をすることができたんですけど、似たような申し出が多いからディズニーランドを作ることはできないけど遊園地作りには協力するよとね、無償で技術者まで奈良まで派遣してくれ、日本独自の遊園地を作ることに協力してくれたんですよ。しかしね、この技術派遣を日本にディズニー作っていいんだと勘違いしたのが松尾さんたちで、実際ね、冒険の国、雪山、ジャングルクルーズなど明らかにアナハイムのパクリと思われるような内容で建築しちゃって、なんと開業前の CM ではディズニーランドの日本版できますよと打ち出しちゃったんですよね。この状況を関西人に知ったウォルトはもう二度と日本人とは仕事しねえわとね、大激怒してしまい、その後20年以上も日本にディズニーランドは作られなかったわけで、そんな丸パクリ遊園地も最初は160万人以上来客いたんですけど、関東でも成功するやろと横浜に系列パークを開園させると徐々に人気を失っていってしまい、1993年に大英に吸収合併され巻き返しをしようとするんですけど、その母体の大英が経営不振になり2006年に閉園に追い込まれております。そんな奈良にはドリームランドより30年以上前にできた生駒三条遊園地がありますが、同じく経営は厳しい状態に追い込まれているみたいです。一体全国の遊園地はこれからどうなっていくのでしょうか。どうした